タイ人は臨機応変、合理的と思うことがよくあります。タイの旧正月ソンクランにパタヤからバンコクに向かっていますが、高速代が無料になっています。タイの旧正月には帰省する人が多く、高速が普段より混んで渋滞する可能性があるが、高速料金を無料にすれば料金所での渋滞はなくなるとの考えのようです。これにより料金所で働いている人も休みを取って帰省できるようになります。高速の料金収入は減ってしまいますが、高速料金無料により多くの人が帰省して、帰省先でお金を使えば地方の経済が多少なりとも潤うとの考えのようです。ごちゃごちゃ言ってますが、普段は120バーツ504円かかる高速代が無料になって嬉しいと言いたかっただけです。ここで高速を降りてバンコクのウドムスクへ行きます。タイの北部にあるチェンマイはバンコクやパタヤより物価が安く、ノマドワーカーやリタイア先として人気のようです。チェンマイは自然に恵まれ、空気もきれいと思いたくなりますが、そうとも言えないようです。毎年2月から4月に行われる野焼きにより、チェンマイの大気汚染はかなり深刻です。肺がんなど PM2.5 を原因とする死亡が急増とのことです。チェンマイほどではないものの、バンコクの大気汚染も近くのビルが霞んでしまうほどのひどい状態です。皆さんすでにご存知だと思いますが、タイには3回正月があります。1回目は1月1日の元旦、2回目は旧正月である春節。中国と地続きで、中国の影響が強いタイでは春節も盛大にお祝いされます。早朝から爆竹を鳴らしたり、カンカンカーンとの音とともに獅子舞が披露されることもあります。そして3回目が4月に行われる水かけ祭り、タイの旧正月ソンクラーンです。バンコクの水かけ祭りは3日間、4月13日から15日ですが、パタヤの水かけ祭りは10日間、4月10日からぽつりぽつりと始まり、19日にクライマックスを迎えます。10日間もあると正直言ってうんざりします。パタヤに旅行で来ていた時、ミニバスのソンテウを降りたと同時にバケツで氷水をかけられて、カバンの中のパスポートが少しふやけてスタンプがにじんでしまいました。氷水をかけられた時はもちろん笑顔でやり過ごしましたが、ゲストハウスで濡れたパスポートを見た時には、こんなパスポートじゃタイの出国審査で引っかかるかもしれないと心配になりました。ここは多くの人からこんな部屋に日本人は住めないよとバカにされてしまうバンコクにある私の部屋です。何も家具がなかった場合の家賃相場は2000バーツ8400円です。バンコクやパタヤには2万円以下で借りられる部屋もありますが、日本人には住めませんと多くの日本人が言います。日本人には住めません。いやいや、私も日本人なんですけど、こういった部屋だって余裕で住めます。クイーンサイズのベッドで枕を抱いて寝ることができます。仏様がいつも私のことを守ってくれています。
エアコンもあります。流しと洗濯機もあります。わかってます。お金持ちの人は家賃8400円の部屋には住みません。低予算での生活を送る日本人の私にはこんな部屋でも余裕で住めるというか大満足です。洗面もあるし、シャワーもあるし、トイレもある。お金持ちのお姫様には無理でしょうけど、こんな部屋でも私は余裕で住めます。ここはウドムスクウォークです。何かイベントでもやってるのかと思いましたが、休みの店が多く普段より静かでした。時刻は午後6時過ぎです。ここで夕飯を食べます。寿司85バーツ357円、たこ焼き25バーツ105円、焼き鳥24バーツ101円、水10バーツ42円、合計605円です。ちょっと足りなかったのでここで餃子も食べます。餃子は5個で50バーツ210円でした。このビデオを撮影しているのは4月14日です。バンコクの水かけ祭りは明日で終わりますが、パタヤでの水かけ祭りはまだ6日間もあります。水かけ祭りはユネスコの無形文化遺産にも登録されているらしいので、こんなことを言ってはいけないのかもしれませんが、水かけ祭りが10日間も続くのは長すぎます。タイのホアヒンでは水不足で給水制限がされているらしいですが、パタヤは大丈夫なんだろうかと思ってしまいます。ということで、水かけ祭り対策のためにメガバンナーにやってきました。船橋のララポートにイケアができた頃から、わけあり割引商品コーナーでお世話になっているイケアにやってきました。快適な引きこもり生活を送るために椅子を買いに来ました。お笑い芸人の春日が生放送で破壊した椅子として有名なポエングを買うことにしました。これ壊れないということで、春日さん試してみてください。ほら、イケアの家具は組み立てを依頼することもできますが、基本的には自分で組み立てることになります。商品についている札の番号を撮影しておいて、該当するラック、セクションから商品を取り出します。椅子のフレーム部分とクッションは別売りです。この先のキャッシャーで支払います。
配送や組み立てを依頼する場合は、代金支払い後、右に行くとサービスカウンターがあります。駐車場は広いので、番号を覚えておかないと自分の車を見つけるのはほぼ不可能になります。イケアの食堂に大行列ができてます。イケアの食堂を諦めてフードコートに来ましたが、改装中なのか閉まってました。結局イケアの食堂でチキンシーザーサラダ69バーツ290円、チーズケーキ69バーツ290円、コーヒー39バーツ164円の合計744円でした。さあ、これから組み立てます。果たして何分で組み立てられるのか。現在15時30分です。組み立ては思ったより簡単です。完成しました。時刻は16時15分なので、組み立てには45分かかりました。アメリカのバイデン大統領は、選挙違反などでの連座制とは区別する考えを示した上で、きちんと政治家が責任を持てるような制度を作っていく必要があると強調しました。今回買ったポエングの価格ですが、2790バーツ、11718円。同じものを日本で買うと9990円。最近の日本は何でも安いです。飲酒運転には寛容なタイですが、駐車違反には厳しいです。パタヤビーチロードにあるハードロックカフェのちょっと先に新しいナイトマーケットができました。ビーチ沿いにも屋台のテントがありますが、これらはソンクラーン期間限定の屋台です。ここから200メートル先の右側に新しいナイトマーケットができました。こちらが新しくできたナイトマーケットです。お好み焼きと勘違いして頼んだキャベツ入りオムレツ80バーツ336円、水は10バーツ42円でした。普通に美味しかったです。他にもいろいろ食べたかったのですが、お腹いっぱいになってしまいました。イエンマグマグ